大体ですね、もうざっと見てですね、もうここは家の光ですね、家の光のバックナンバー、まあ多分一番古いのはどこだっけか、これか、ここだな、昭和25年第26巻、これよりね前がねないですね、さすがに、うん、まあもしかしたらあるかもしれないけど、まあだいぶ新しいですね、71年とか2000年のもありますね、昭和60年昭和51年、うん、なのでもうここはいりません。で下もね、辞書とか、まあ、農業系、種苗系、あの辺の辞書なり参考書なりとかね、ああいうのが多いですね、やっぱり。であとはそれを取ったメモとか、まあ、あとまあ、婦人系の雑誌、あと健康系の本とか、まあそういうのがね、ほとんどですね、こっちはね。まあ、もしかしたら、まだ出てくるかもしれないけど、まあ、とりあえずね、腰が痛い。なので、まあ、ここはまあいいですね。はい。こっちもそんな感じですね。奥も全部、なんかああいう冊子ですね。まあ、面白いものがあるかもしれませんけど。まあ、僕は、とりあえずいいです。はい。で、ここはもう古い新聞ですね。新聞とか教科書とか、ね、地学とかありますけど、こんな感じですね。で、まあ、これいらない本。いらない本ですね。でこっちが一応ね、まあ、私が持って帰るやつですね。まあ、こういうね、なんか、オカルト軸なのもね、ありますね。うん。で、まあ、ざっとね、今日持って帰ります、これはね。はい。まあ、とりあえずこんな感じでここは、終わりました。はい、あとは捨てるだけです。お疲れ様です。